ございます。西村愛です。災害と明日の防災を考えるネットワーク1.17、1433回目の放送です。明日で能登半島地震の発生から3ヶ月になります。今年最初の放送で石川県珠洲市の避難所からリポートしてくださった映像作家の有馬久志さ,さんに改めてお話を伺いました。 有馬さんは去年5月に発生した奥能登地震からの復興のドキュメンタリー映像を撮影されている中で元日の,の半島地震で被災しましまた今回再び涼し市に行き今、珠洲市内を回られているということなんですね。 避難所から仮設住宅に移られた方がいたり道路の復旧が進んでいたと3ヶ月経った今の状況を話してくれました瓦礫で塞がっていた道は瓦礫が撤去されてひび割れや地盤沈下をしていた場所が埋められて通りやすくなったということなんですただ町の状況は全然変わっていなかったということなんですね電気は通っていましたが依然断水が 続いています3ヶ月経つのにまだ断水が続いているんですよね浄水が通っても下水がダメな場所もあるようで現在も仮設トイレを使って住民の皆さんは生活をされているということなんです 被災した皆さんは水が使えないといつもの生活が遅れないので早く断水が解消してほしいまた人手不足も困っているというお話でしたまだまだ大変な状況が続いています私たちも引き続き募金をしたりお手伝いに行ったりとそれぞれができることを息を長くね続けていくことが大切だなと思いました 能登半島地震では津波からの避難も大きななポイントになりましたね。そこで今日の「ネットワーク1.17」は「鉄道に乗っている時の津波避難」と題してお送りします。 番組では、皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスは。一一七アットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。ネットワーク一点一七は。被災地の声を聞き。明日の防災を考えます。今ちょうど春休みですので、電車に乗って旅行に行くという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日の特集は。 鉄道に乗っている時に津波からどう避難するかがテーマです和歌山県南部の海岸線を走る JR の乗客は南海トラフ地震が発生したらどこへどのように逃げればいいのでしょうか今日は列車に乗って紀伊半島の歴史や文化を学びさらに地震津波の避難訓練をするというツアーを企画されている 和歌山大学の西川和弘教授にスタジオにお越しいただきました西川さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたします,します西川さん、はい、このツアー初めて聞いたんですけども、はいはい、名前は哲学哲学ですというんですってね、はい、どんなツアーなんでしょうか あのまあ、電車に乗ってる時にこに津波来た時にどう逃げるかっていうのは、まあ、規制線では非常にこう訓練をあの重ねてやってきてるんですね、JR さんと大学で一緒、あと地元の方も巻き込んで、<あ>特に高校生とじゃあ以前からずっとされてるんですか以前からずっとやってるんですけども、はい、ただまあ防災をですねそのまあ訓練だけでもう重ねていったらいいんですが、うん、訓練の限界というのもあるんですね。 限界というのは、はい。限界、例えば、まあ、訓練するのに、まあ、いろいろコストもかかったりしますし。あ<ー>まあ、例えば、高校生の皆さんと連携するんだったら、カリキュラムの問題もありますし。カリキュラムっていうのは。あの、高校生の時間と合わないというね。学校,学校の時間と合わないとかですね。<ー>でも、あと、まあ、電車のダイヤもそうですよね。でも、最大の問題は、あの、防災意識が高い人しか来ない問題ですね。<ー>よくあるあるですよね。 避難訓練、ね、地域の避難訓練とかも同じ声が聞こえてそうなんですだその人たち向けには一生懸命やるんですけども、はい、よりコスその広げるためにですね、うん、いわゆる防災のアプローチを変えるためにまた電車に乗りながら、まあ、楽しみながら、うん、ある意味観光旅行として乗ってもらいながらその中に実は避難訓練の要素を 入れ込んだりする。まあ、これが、この哲学のツアーの中身です。あ、だから、はい、あの、楽しみの一つとして紀伊半島の歴史や文化も学ぶことができたり。そうです。で、この路線だと、あの、和歌山だったら、結構海が綺麗に見える。あ、そうなんですよ。 結構、まあ、いわゆる、まあ、映えるスポットとかですね。うん、あ、じゃ、写真を撮るのも楽しそうですね。あ全,然全然いいですね。ね<え>。駅と駅で止まらないところに止まったりとかですね。あ、そういったこと、を繰り返しな。てそ,そうなんですよ。じゃ、普段体験できないところで。そうです。こう、体験できないというか、止まらないところで止まるからこそ。もう、このツアーに参加した人だけが、撮ることができる。あ、そうです。素敵な景色の写真が。終わりますよ。まあ、非日常っていうこと、味わってもらうために、えーまあ。まあ、電車の中から見える、いわゆる資源の中で。うん あの気づかないものっていっぱいあるじゃないですか。はい、そんなものもまあ学んでもらうと。うん、で最後にまあこう避難訓練のことが急にこうバンと出てくると。うんはああ、はい、でもやっぱり楽しむだけじゃなくてそれだけ津波のリスクも高い地域っていう <laughs> あ。あもちろんです。ことやからやっ避難訓練ということなんです。この金子二線は、はい、あの浸水するこう想定区間っていうのはどれぐらいあるんですか。あの和歌山から新宮まででいうとだいたい三分の一ぐらいですね。三十五パーセントぐらいが 津波のいわゆる浸水区間、<ー>でも白浜から南尾などだいたい半分、は,<ー>はい、そうなんですか、はいあ。あのそもそもなんですけど、橿、うん、国線ってどこからどこまで？橿国線はですね、あの、えー、和歌山県の和歌山市に、はい、ある JR 和歌山駅から、うんえー、そ一番南の橋の新宮市ってところまでを走ってる、まあ海岸線を走る、まあおよそ200キロの路線で。うん 大阪からだったら黒潮とかですね、特急黒潮とか乗ってもらうと新宮まで行けると。白浜とかですね、あの辺もそうです。そうなんですね。そういった路線でこの哲学というツアーを続けられてきて、で今で何回目なんですかえっとですね、まあモニターツアーから始め、2016年から始めたんですけども、まあ8回目ですね、今回。コロナでいろいろあってですね、本当はやりたかったけどやれなかったとかあって、まあ今回は入れると8回目と。 で、今回一番新しいツアーが一月に行われたということで。その一月に行われた哲学ツアーを、M. B. S. ラジオ。報道デスクの横谷きりのさんが体験して取材してくれました。横谷さん、おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。横谷さん、今回の哲学ツアーなんですけども。何人ぐらいの方が参加されてたんでしょうか。え、六十人ぐらいと。はい。いう、うん。 感じでして結構多いですね世代はどれぐらいの方がそうですねあの高速道路関係者の方とかもいらっしゃったので、はい、かなりあの若い方がいらっしゃるのかなというふうには見ていて思いました地元の学生さんだったり高校生は参加してたんですかえっと高校生の方が一人、うん、あの女の子なんですけれども、はい、参加されていてはい。 そうですね<ー>あとはあの町おこし関係者の方とかもいらっしゃった、ねうん、あそうなんです、本当にみんなで一緒になって、はい、やっている訓練なんですね。じゃあ、ツアーの内容も具体的に教えてください、はいは、えー、串本駅から乗り込みまして、はい、えとそこからその先ほどお話にも出てきました新宮駅の方にあに電車で向かう。 そういうツアーになっています、うん、でえっ、ー、と途中でいろんなところに泊まって風景を見たりしながらはい、はい、進んでいくうそういうはいツアーになっていますこのキノコニ線の沿線は観光地もあるんですかはいえっとパンダで有名なアドベンチャーワールドの最寄り駅である白浜駅ですとか温泉街のある キー勝浦駅なんかがありまして、あの観光客の方ですとか、外国人の方もたくさん乗っておられたりします。うん、はい。で、今回、あの訓練した場所はどんな場所、どの駅なんでしょうか。えっと、そうですね。新宮駅の手前の王子ヶ浜という浜が見える、そういう区間になっています。<あっ S 1> もう線路の上で停車が止まりまして、うん、はい。で、そこから逃げるという。へ はい、そうなんですね。で、このあの場所っていうのは、今後津波のリスクもやはり高いところなんでしょうか。はい、そうです。えっと南海トラフ地震が起きますと7分半7分半で30センチの津波が来るというふうに想定されています。うん、で、えっと周りよりもちょっと少しぐらい高くなっている。そういう線路であっても、うん、あの5メートルほど浸水する。 という想定になっていますじゃあ急いで逃げないといけない場所ですよねはいそうです、うん、で今回その訓練なんですけれども、はい、こんな感じで始まりました音声があるのでお聞きくださいはいでお待ちください

みなさん、急いで降りられたんですけれどもかなり高さがあってです私もためらってしまいました結構急な坂で、えー、今皆さんが逃げられている様子が見られています私も今走っているところなんですけれどもかなり高いところに逃げてきたように思うんですけれども だいどこまで行くねんと思うよどこまで行くのかわからないというふうにおっしゃっている方もだいたいでも三四分ぐらい逃げるにかかったのかなというふうに思います横谷さんめっちゃ息切れてましたね。そうですね。うん、あの想像以上に息が 周りの方も、はよ、い、逃げ、はよ逃げっていう声だったりとかすごく緊迫感のある様子がこう目,にこうやき、ね、目の前に広がってきたんですけど、はい、あのこの逃げる前はあのどういう感じで皆さん電車から逃げはったんでしょうかそうですねあのこの電車から逃げる時にですね乗務員の方が列車の扉を開けられました。 はいそれはこの訓練としては地震から何分とか揺れが落ち着いてからとかそういうなんんかかタイミングは決まってるでですすそうですね特にそのタイミングは決まっていないっていうのがありましてその一応、揺れが落ち着いたところでっていうのはあるんですけれども、うんはい、その揺れもやはり長く続いたりすることもあるので。うんあの まあその時その時によるというところが大きいのかなというふうに、うんはい、思いますじゃあ今回の場合は地震が発生して揺れが落ち着いたところで扉が開くと、はい、そうですねこれはあの私たち乗ってる人が開けるのか乗務員の方が開けるのかえと乗務員の方が開ける<あ>、はい、そうなんですねその後どうやって高台まで逃げたんでしょうかはい ここの扉のところレール、扉のレールのところに座って、えー、と飛び降りてで、そこから走って逃げました。そうなんです、ねはい、なんか私はもうあの、座るのではなくて、立ったまま、よいしょってジャンプするのかなと思ったんですけど、結構高さがあるから怖いんじゃないかなって。はい、えー、そうでですね線路からその電車のののレールのところまでの高さが だいたい150センチになっていてじゃあ横谷さんもう身長それぐらいですよねそうですね,ね私の身長が150センチ足らずなので <laughs>、はい、そうですか一緒ぐらいの高さそうですねじゃあそのしゃがまずまず立ってみた時はどう感じましたかもう非常に怖かったですでしゃがんで飛び降りてどうでしたえ飛び降りる時にですね私実はですねその 扉の脇にある手すりというか、その掴む場所があるんですけれども。うんあ,ね、あそこを掴んで、こう。ちょっと怖くて、手を離せなくなってしまって、はい、宙吊りになるっていう。ことがありまして、まあ、それぐらい怖かったっていうことですよね。ねはい。いや、でも、あの扉のところに、まず座るっていうのは大きな。 ポイントですけどそ,す、ね、それでも怖かったという,、はい、いうことはですよあの横谷さん今20代ですよねはいそうですね若い人たち足があの元気な人たちはいいですけどあの足が不自由な方って小飛び降りるの大変じゃないかなと思うんですけどどうなるんですかそうですそこなんですでそこでですね一応そのそれぞれの車両に一つはしごがありますで あの組み立て式のはしごなんですけれども、あの乗務員の方一人しか、実はワンマン列車ということで乗っていないので、乗客が自ら組み立てる形になっています。うん、で、今回、あの高校生の女の子がはしごの組み立て体験をしてくれました。で、その音声もあるのでお聞きください。えっと想像していたより、またその映像で見せていただいたこともあったんですが、その映像。 で見るよりも思ってたより本当に軽くて誰でも組み立てることができるように感じましたあの実際、やっぱりその足で押さえながらュて車両の外に投げるという形の組み立て方だったと思うんですけれども実際やってみてどうでしたか、はい、ドアの方まで近づく方時にはちょっと難しかったんですがでもあの普通に縄のはしごをかけるよりかは本当にスムーズにはしごをかけることができて避難も円滑になるのではないかなと感じました。 やはり突然起こるものなので、えー、今のような平常心でいられるかと言ったらそうではないかと思うのですが、そんな中でも高校生がえっ、ー、と率先して、えー、地域の皆さんと一緒に逃げることができたら一番いいのかなと感じました。意外と軽いんですね。はしごの組み立てって難しいんですか？簡単なんですか？簡単です。あ、そうなんですか。はい、えっ、ー、と。 その組み立て式っていうふうに先ほども説明したんですけれども、うん、あのスライド式になっていて、うん、すぐにこう組み立てられるように、うん、あの留め具とかがいじゃあもう誰でもはしごを組み立てることができると聞くと安心ですね難しいかなと思ったらちょっと躊躇してしまいそうですけどねで今回の訓練ではどれぐらいの時間で全員が避難できたんですか はいええだいたいそうですね海抜海から三十メートルくらいの高さにのところに五分以内で避難できたということですねあ五分以内で、はい、ということはこれは早い方ですかはい早い方ですああそうなんですねはいで揺れが収まるまでの時間を足してだいたい七分 から8分以内であれば命は助かるというふうに想定されていますああそうですか、はい、横谷さんありがとうございます、うん、ありがとうございます 西川さん、はい、今、横谷さんがリポートしてくれました、はい、今回1月の避難訓練をどううう総括されるんででしょうかあそうですねあの結構、訓練場所としてはいつもやってるところで、はい、まあ皆さん、乗務員さんも非常に素早く、えー、とお客様も役の方もですねあの一生懸命逃げていただいたので、うん、あのトータルとしては非常にあの早い避難だったと思います。 でもあのひお一人ですねちょっと体の、まあ、ご不自由、まあ、不自由というか、まあ、少しあの体調面で、はい、あの課題のある方が乗ってらっしゃいまして、うん、まあその方がちょっと飛び降りるあのいわゆる腰掛き巧者の時にちょっと支えがいったりとかですね、うん、いわゆるあの高台へ連れて行く時に少しこう一緒にこう手をつないでというか、うんはい、それが一人いらっしゃったんですけども、はい、まあそれでもあの大体想定の時間内には、はい、5分以内には。 うん、避難できたらというふうふに思ってますそうなんですね、はい、そういった方もきっといらっしゃるでしょうからねそういった手助けの訓練というのも大切だなと思いますね、はい、あのドアが、ね、開くタイミングの話出てましたけど例えばあの長い揺れが続くことが想定されますけど、はい、あのドアが開くっていうのは揺れが完全に収まってから になるんですか基本的には収まってからですよね、でないとあの網棚に載せているこうバッグとか落ちてきたらあ<ー>あ危ないのもあって、ですね、うん、ただまあ,あの東日本のようにこう揺れが長い4分以上続く場合は、ですねちょっとこのいわゆる待ってるリスクの方が高くなってしまうと、うん、ひょっとしたら乗務員さんは揺れてる時にう開,けてしまう開,け開ける判断するかもしれない、うん、そうですよね、4分だったら、もう津波が来てしまうかも、はい、そうですね、まあ、これもみんな最悪の想定なんですけどね、あの絶対次の地震が最悪なのかっていうのもわからないんですけども。はい まあ、その辺はもう乗務員は全部訓練しててですね。うん、もうちょっと長そうだったら。まあ、あの揺れてる途中にも開けるでしょうし。うん、まあ、この間のノートみたいな揺れであれば、もうちょっと収まってから開けるという判断になると思います、ねうんうん。で、その時に、あの乗務員さんが。逃げてくださいっていう指示をこと細かに出してくださって。私たちはその指示を待って動くのか。ドアが開いたら、もう乗務員の。 方の指示なしでも自分たちの判断で動いていいもんなんですかやっぱ、後者ですよね、あのまあ、津波のこう時間的リスクもありますし、うん、でその運転手さんは一人なので、はい、その運転手さんの指示を待って逃げるという、まあ、いわゆる避難、運転手さんは避難をさせる人、で乗,務え乗客の皆さんは避難させられる人って、こういう関係だと、ですね、はい、やっぱ時間かかりますし、まあ、お客様が主体的に逃げ,ない逃げようとしませんよね。だかららら開けたらもうそのすぐ逃げてもらうと いうようよなまあ煽りりでであったりですね、うん、まあ車内にまあこういうはしごをこう見えるところに置いてたりすることで何か起きたら皆さん逃げてくださいねということをそのはしごなんですけどやっぱり組み立てる人って避難が遅れるんちゃうかなと思ってしまうんですけど、うん、これは誰がはしごはですねあの組み立てるのは基本的にあのお客様になりますね。いいはい、はいあのーまあ 東京の方でもいろいろ訓練したりしてるんですけどもあ,<ー>あのはしご使わない訓練も最近ははやっててですねはやっているんですかえそうなんです今までだはしごで下ろ,ろすっていうのが、まあはい、常識だったんですけども、うん、やっぱり津波のリスクを考えるともう皆さん腰掛けで降りてもらうとか早いとで実際に規制線でもあの70代とか80代の方でもですね現気の方は、はい、あの腰掛け師はできるんですよ規制線というのは和歌山の線ですか 腰掛けされてるので、はい、もうどうしてもはしごがないと厳しいという方向けに、うん、まあそれはもうお客様本人であったり、まあ、あるいは乗務員があの他のお客様を逃がして、うん、ある程度こう自分がやれることができる時間が確保できたら乗務員が作るということもありますね。じゃあそのはしごを 組み立ててからそれを待ってからみんなが逃げるわけじゃなくて、逃げられる人はもうどんどん逃げていって、あで,であの腰掛けてジャンプして下であの受け止める役の人ももしそうですねいたらいいですか。でも津波だったらそんなこと言ってられないですよね。はい、もう真っ先に逃げないといけないですよね。まああの,じ<ー>あの住民の方ではねあの土地側に住んでね、はい、あの高台を例えばもう差し示しながらこっちやって声かけてもらうとか。うん まあそういいったたことも非常にありがたいですね、はい、体の不自由な方とかねさっきおっしゃってた訓練に参加してはった、はい、あの体調面に不安がある方とか、うん、そもそもあの高所恐怖症でジャンプできないとか<ー>いろんな方がいらっしゃると思うんですけど誰が手伝う っていうのは何か決まっってててるんででしょうかいや特にあの役割決ままなくてですね、はい、まずやっぱり天然痕みたいな感じでも逃げられる人は逃げていただくと、うんはい、であの乗務員は本当にそに手助けが必要な人に集中すると、うん、であの周りの,あの乗客の皆さんで、まあ、例えばあの元気な方とかであれば、うん、あの降りる時に支えてもらったりとか、はいはい、一緒にこうひ手を引っ張ってもらったりとかそういった役割をもう自らで作っていただくと。うん いうことあの乗務員もだからあの客室にこう呼びお客様呼びかけるときもあのお願いするときもあるんですよ。はしご組み立ててくださいってお状況お客様の状況を見てですね、うんうん、はい、あのあの先導してくださいとかですね、うん、そういうお声掛けをするときもあります。はい、なるほどそういうときもあるんですね。はい、でもねこう地元の方だったら何回かこの訓練に参加してたら、うん、ある程度想定もできるし、あこういうふうに動こうって体がもう覚えてるかもしれないんですけど、うん、この路線は 白浜だったりとかね、観光地もいろいろあるということで、観光客の方が多く乗っている特急の場合は、はい、避難って変わってくるんでしょうか。いやあの基本的には降り方は変わらないです。降り,降り方は一緒です。梯子を使うかまあ腰掛け降車するか、はい、はい。ただあの扉の数がですね車両によあの普通列車の車両と,とあの特急の車両では扉の数が違うので、うん、はいそこがちょっとこうあのまあ、課題になるというかうん一旦のデッキに出ていただくと。 いう,ね、そういうことなんですね。はい、横谷さんはね、今回初めて取材をしてみて、<laughs> どんなことが大切だと思いましたか。はい、えー、そうですね。日頃からいかに当事者意識を持って生活しているかが大切なのかなというふうに思いました。うん、あの周りの音ですとか、風景、まあ、あるいは人であるとか、そういうことに敏感であることで。さまざまな気づきを得られると。 思いました,、まあ、たまにはイヤホンを外してみるとかスマホから目を上げてみるとかそういうことをこう自戒を込めてて思っておりますはい確かに私も電車に乗ってる時ってスマートフォンを見がちだったりとかしますからね改めてあここで今地震が来たら津波が来たらどうしたらいいんだろうかって想定しておくっていうのも大切だし、うんうん、西川さんこう、はい、乗務員さん任せではダメではすねあもうそうですもう先ほど言ったもうやっぱ避難させるさせられるこの環境いかにいい なくしていくかと。はい、はい、もう自分の命は自分で守ると。うん、まあ、そういったいろんな支援をですね、まあ、特許で,であれば、後ろにあの。座敷ポケットに、あの、り、避難のリフレットがあったり、はい、車内にあの告知があったりしますんで。うん、まあ、そういったものも、まあ、気づいといてほしいですね。事前にね。はい。今後はね、あのー、どんなことを目標に、どんな訓練が必要だと思われますか。 そうですねあの今、先ほどから話があれば体が不自由な方、まあ、いろんな、はい、あのパターンありますよね高齢者であったり車いすだったり、まあ、視覚だ、うんまあ、障害だったりですね、まあ、そういった方があのどれぐらいこう早く降りれるかっていうところをこう追求するためにやっぱりちゃんとしたデータを取りたいですねうあのどうすれば1秒でも早くあの下ろすことができるのかどういう形を取れば、えー、1秒でも早く逃げられるのかっていうことを、まあ、ちょっと研究したいというふうに思っています。はい、はい まあ,あと訓練としてはですねあのできるだけう、まあ、想定も大事なんですが、まあ、当然、今回晴れだったんですけどね、うん、ま夜とか、ね、<ー>雨とかなると当然、避難に時間がかかってしまいますので、うん、だそういった時に、えー、雨の時はあと5秒縮めるために何をしたらいいかとかですね、まあ、そういったことをこう考えるいろんなシチュエーションを考えた検証型の訓練ここういいいっったたとをやっぱ続けていきたいですね、はい、私もぜひ参加してみたいなと思いました。はい、今日は どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました今回紹介していただいたツアー哲学を企画されている和歌山大学の西川和弘教授そしてこのツアーに参加した MBS ラジオ報道デスクの横谷桐野さんにお話を伺いました被災地の声を聞き明日の防災を考えるネットワーク1.17 AM1179 FM906 MBS ラジオがお送りしています今日が3月最後の放送になりますねここで皆さんに大切なお知らせです来週からネットワーク1.17放送時間が変わります4月からは日曜日の夕方5時15分からのスタートです番組開始から30年目に入る年になります 新たな気持ちでスタッフ一同頑張っていきたいと思います皆さん引き続きどうぞよろしくお願いしますさらにチャリティーイベントも開催しますこの番組に出演していただいた皆さんを迎えてのと半島自身の チャリティーライブトークを開催します4月7日日曜日お昼12時から震災橋のフットロックビアーズというライブハウスです防災士のシンガーソングライター門松良介さんと神戸の防災音楽ユニットブルームワークスの音楽ライブさらに今日の冒頭でお話ししました映像作家の有馬久志さ,さんをゲストにお迎えして投稿します 去年有馬さんが撮影されたお祭りの様子や能登半島地震の発生直後の映像とともに震災から3ヶ月を迎える現在の様子も伝えていただきますこのイベントの収益は鈴市の義援金として寄付します詳しくはネットワーク1.17のホームページをご覧ください皆さんからの今日の感想もお待ちしています E メールは117 at mark mbs 1179.com おはがきや封書は郵便番号530-8304 MBS ラジオネットワーク1.17がかまでお送りくださいお便りを紹介した方全員に番組特製の紙石鹸をお送りしますまた過去の放送ですがポッドキャストや MBS ラジオの公式 YouTube チャンネルでいつでもお聞きいただけます ホームページには放送内容の書き起こしも載せていますので耳の不自由な方にもお伝えいただけると嬉しいです来週からは日曜日の夕方5時15分スタートです4月からもどうぞよろしくお願いします